ただいまご紹介に預かりました関西大学応援団第97代団長を務めております上杉翼でございます。まずはじめに本日は団祭学芸能にお越しいただき誠にありがとうございます。団長挨拶ということでこの場をお借りして私からは本年度の応援団の活動方針についてご説明させていただければなと思っております。今年度関西大学第97代応援団は WAT という団方針のもと日々活動に励んでおります。これは関西大学応援団リーダー部、関西大学応援団吹奏楽部、関西大学応援団バトンチアリーダー部、この3部はもちろん関西大学を通じて全学がまとまり一つになることを意識しております。その際になぜ3部で応援団なのかということを考えることから始まりました。この問いに対して団員自らが一つの答えを持って活動に打ち込むことができれば必ず応援団員としての自覚が芽生えることだと私は確信しております。そうすれば3部の枠を超えて団員同士が協力し合い強く結束力を持った関係性になると私は考えております。これこそが団の輪であると私は考えております。そして私たち関西大学応援団は関西大学を代表する団体であるためどんな時でも全学部の模範的な存在にならなければなりません。そのためには常日頃からの誠意のある礼儀、誠意のある行動が必要不可欠であります。そうすれば応援団と関西大学が互いに理解を深め親しく身近な関係になるのではないでしょうか。これこそが本団祭のテーマでもある学芸の輪であると私は考えております。団の輪、学芸の輪、この2つの輪を実践することによって来たる関西大学応援団創設100周年に向けての大きく揺らぐことのない基盤を作り上げていきます。またこの春4月に入団してきた1回生はその100代に当たる団員でもあります。100代それ以降の未来のために私たちが今できることは今までの伝統を守り続けていくことはもちろんですがそれだけでなく100代そして未来の応援団に向けて私たちから新しい伝統というものを作り出す所存でございます。100年、200年、それ以降の未来永劫続いていく関西大学応援団を皆様どうぞよろしくお願いいたします。最後になりましたが本団祭を開催するにあたりましてご尽力賜りました学校関係者の皆様 OB、OG、諸先輩方そして関西大学に関わる全ての方々に熱く御礼を申し上げ私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。